動画の最初にちょっと言っとくんですけど、ちょっと長くダラダラ、ここがこうで、ここがこうで、みたいな話をしちゃうから、そういうのがどうでもいい人はちょっと飛ばしてください。この辺まで飛ばしてください。で、いろんな商品あるんですけど、概要欄に置いとくので、興味ある人は見てください。次、エピック行こうか。はい、これ。これはね、エピックジャグリングって書いてあるんだけど、マレーシアですね、これは。スティック動画も作ってたんだけど、今は流通してないですか、スティックは。ないね。まあ、マレーシアもなんといってもね、ディアボロ競合ですね。そんなマレーシアの誇る、まあ、有名なディアボロの一つです。まあ、日本では割とよく使われてるかな、ね。で、これもさっき言ってたラウンド型ですね。で、あとちょっと大きいね、これね。ちょっと大きめ。まあ、見にくいかもしれないけど、ちょっと大きめのディアボロです。いいディアボロです。回転力が強い。回転力が強いっていうのは、一回回転つけると割と落ちにくいとか、そういう意味合いですね。タイボロの系列だったけど、ポンハオ。あれはスーパースターね。ポンハオと練習してるときにメガネをポンハオに踏まれてぶっ壊されるって言われてることがあった。なんだそれ。7万円のメガネ。マイシャツながり。これ売ってんでしたっけ？売ってる。はい、これマイディアボロって言って、マイディアボロっていうメーカー、バルカンだ。バルさんみたいな感じのやつ。さらに特殊な形ですよね。これと比べるとだいぶ違う。ほら、すっぽりはまるぐらい広くて。これは、まあ、本当にユーザーがいない、あんまりいないけど、マイディアボロってチームのとこではよく使われてるって感じかな。俺の感覚で言うと、まあ、正直そんな使いやすくはないんだけど、なぜか、これ使ってるチームのディアボロの人たちがみんなうまいっていう。めっちゃうまい。ことで有名、マイディアボロ。まあ、欲しい人はぜひ買ってみて。これ多分日本ディアボロ協会しか売ってないですよね。てか、そもそもそんなに流通してないから。安い。あと安いね、そう。これは安い。競技シーンの中ではぶっちぎって安いんじゃないですか。そうだね。この辺に比べるとね、はい。じゃあホアリン行くか。はい、でこれ次ホアリンっていうメーカーですね。これ中国のメーカー。これね、ホアリン行ってみたっていう YouTuber みたいな動画出してるから。YouTuber みたいなじゃん。YouTuber。もう YouTuber なの。YouTuber じゃないつもりなんですけど。でそこのイーグルっていうディアボロ、これは。ファルコンとかね、いろいろあるんだけど、これはイーグルってディアボロです。回転軸のディアボロに強いイメージかな。軽くてね、薄くてね、の割には、なんか軽いとか薄いって、あんまり褒め言葉じゃないというか、本来なんか安定感がなくなる言葉だから、なんだけど、これは比較的ちゃんと回るんだよね。疲れにくくて、それ早い2ディアボロとか、やりたい人には向いてるのかなっていう。あとは1ディアボロでも、その早い動きとかをやりたい人、スティックを動かすとかっていうよりは、ディアボロを動かしたいタイプの技には向いてますね。縦とかも使う？使えるけど、コンボを長く続けたい思い出を使うっていう流れだから、定着して。青空ノートみたいなスタイルには本人は使ってませんが。青空ノートさん。色もかっこいいしね。似合うでしょ、多分。青だし。うん、青空って感じね。検索してみたら、なんかすげえダンスしながらディアボロやってるかっけえやつ出てくるから、見といて。クマフィルム。あ、クマフィルムズもそうだね。クマフィルムズさん、よろしくお願いします。あ、紹介してないディアボロがある。で、一応日本ディアボロ協会で出してる、レインボーっていうのと、ミストっていう、この二つも、まああります。まあ、いわゆる自社ブランドみたいな感じのやつ。これは比較的安価で、初心者、本当にまだ始めて、見たいなっていう、それぐらいの気持ちの人が買うにはすごく安くていいと思いますね。ミストはね、3倍ですね。そう、ベアリングのやつですね。そう。ちょっと小さめかな。少し小さめ。ね。俺のいとこが買ってなかったっけ？あ、そう。そうなんだ。いとこの息子がやりたいんだけど、みたいな感じで、聞かれたから、斎藤さんに言って、これが送られたそうです。なるほど。ちっちゃい子だ。ちなみに、ここまでね、小さくなるとね、今度回んなくなってくるから、安定して。なんか難しいとこではある。ミストぐらいまでかな、小さくっていうのは。もうこれも回るけど、おもちゃだから。技をやるようなもんじゃないからね。回るけどね。あ、次にこれも説明しとこうか、これ。ダントーリンって言うんだけど。これは、ホアリンのやつ。で、これは、サンディアのやつ。でね、中国のさ、なんか、公園とかで、おじさんたちが、すっげー長いサンドスティックで、うーん、っていう音が鳴ってるんだけど、それはここに風切りがついてて、もう回すと音が鳴るんだよね。今回せないからなんないけど。まあ、これはちょっと特殊すぎるんで、またこれの動画撮ろうか。俺がチャレンジする動画。あ、そうだね。まあ、やったことはほとんどないんだけど。という感じで一通り紹介を終えたんですが、どういう特徴があるのかっていうのを具体的にちょっと説明していこうと思うんですけど、ディアボロの形状についてちょっとね、これはね、説明したいことがあって、ディアボロの形状がこう丸い
要するにこうではなくてこうなってる感じ、こういうのをラウンドって言います。で逆にこういう感じのやつとかがありますね。こういうのの違いっていうのがあって、基本的にラウンド型っていうのは回転力が強いと言われてます。うん、1回回転つけたら回転が落ちにくい。だけどこの辺はトレードオフの関係で、強ければ強いほど操作はしにくくなる。で操作がしにくいっていうのは別に悪いことでもないんだよね。と 3D ホールウィンドミルみたいな技やってる時に、1回軌道に乗ったら自然に回ってくれがちでもある。あ、ただ形が崩れた時に修正するのが難しいっていう特徴もある、うん、その辺は自分でやりたい技とか特徴と相談しながら、実は最終的には決めていくっていうか、うん、やりやすい技とか好みが決まってくるんだけど、こいつは比較的だから操作しにくい系、めっちゃ回るけどみたいな感じだから、俺としてはワンディアボロとかの時はやばいやばいみたいな時に修正して動かすってことはあんまないから、こういうのはワンディアボロの時にすごくいいですね。インテグラル系とかはすごい向いてると思いますね。まあここまで聞いてうるせえ何もわからんよとまあ思うでしょう、何も買ったことないとね。で初心者向けに簡単なまとめをしますとですね、予算が許すならこのサンディアの G2 系と、あと固定軸をね、そう初心者の人には買っていただきたい最初は、うん、ぜひ。この前もね、実はね、もうあまりに丁寧なメールだったから返信しちゃったんだけどなんかねメール来ちゃうんだよね、ベアリングでずっとやってたから固定軸で加速ができませんと。あ、なんかどっかで聞いたことがあるやつなんだけど、まあ今からでも直せばね、トッププレイヤーもいますから頑張ってくださいみたいなね連絡したんだけど、やっぱりね固定軸から回転軸はいけるけど、回転軸から固定軸は難しいから、長期目線で見るなら固定軸で始めてほしい。で、あの検定もさ固定軸でやるようにできてるから、うん、やっぱりそれには理由があんねん、ちゃんと固定軸と回転軸っていう動画出してるから、それも見てください、うん、固定軸だったらこいつか、まあ、さっきのエピックのやつもいいね、これね、これもすごく人気の商品ですね。ファルコンもいい、うん、いきなりだからこのマイディアボロみたいなトリッキーなやつに行かない方がいいよっていうことですねまあいろいろ飽きてきたんで、そういうの、そう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 、あの、うん、そう、そういう感じです。ああ、お金予算的にもいやそんな本気でやんねえよって思う、あでもとりあえずやってみたいんだよねぐらいの人だったら、ディアボロはレインボーとか、あとはねさっきのやつに出てきてないけど、と3でしたっけ、固定が3、あもうね特に柔らかいから、殴ってもいいと、まあ殴んないでほしいけどなんか腕の周りとかさやるとさ、こうやっぱポコって当たってすんだよね。そういう時にまあ比較的痛くない、まあ痛いんだけど、うん、あとね外で練習してここがケバケバになった状態でこう当たるとね擦り切れちゃったりするから気をつけて、はい。固定軸まあある程度練習したけど、まあ例えば縦で技やってみたい、回転軸でも技やってみたいってなったら、これはおすすめですね。そうだね、うんうん、こいつの回転軸もおすすめ、うん、ちょっと高いけどね、うん、両方回転軸がやっぱ高いで、高いからなーってなるんだったら、まあこの辺はもうベストチョイスなんでね、うん、ホアリンのディアボロ、ね、もっと安くしたいってんだったらさっき言ってたあのミストとかだね、うん、この辺回転軸感を味わえるかな。そうだ、ね、ただね回転軸の醍醐味を知れるのはこの辺りからかな。そうだね、そうだね、うん。で、2ディアボロやりたいなってなってくるね、うん、やってるね、うん、で、2ディアボロぐらいだったら今まで使ってきたディアボロをもう一個買えばいいと思う、うん、だけど、ディアボロってね、ロットによってね、差が出たりするから、できることだったら2つ同時に買うのがおすすめかな。ロットっていうのは生産のタイミングの違いですね。やっぱり工場でこうやって作ってるからか、コン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 って、うん、ディアボロが例えば1000個できましたってなって、うん、履けてきたらもう一回作るみたいな感じにしたりするから、うん、やっぱりその間に、ね、なんかちょっと変わったりするんだよね、金型とかがね、うん、生産システムとかね、そうそうそう、将来的に3つやりたいとかだったら、まあ、3つ買うのも全然いいと思います、うん、またロット変わってる、3つ買わなきゃって2つ買った後に思う可能性は全然あります、うん、はい。あとね、そう、ディアボロって壊れてもね、軸だけ売ってたりとか、あるから、ね、パーツで売ってたりするんで、チェックしてみて。じゃあそのまま続けて、スティック編も取っていくので、スティックストリング編もちょっとご覧ください。はい。ちなみに俺みたいに、あの、仕事でやるってなると、あの練習用、本番用みたいなわけじゃないけど、2セット常に必要で、長期間使えるように、ロットがもう一緒の状態で、7、8個同じやつを買いますね。あ、壊れたりもするし。うん。